写真拡大。阪神春季キャンプ20日、宜野座。阪神大山雄介内野手24が午後からの特打で見せた。95スイングで柵越え13発。中には左翼席後方の棒球ネットを揺らす特大弾も。豪快なアーチに観客も思わずすごっと絶句していたほどだ。午前中の打撃練習後には小久保氏に自ら歩み寄りアドバイスを求めた。ちょっとバッティングのことを聞かれたんでとインパクトの瞬間の話をしたことを明かした同氏は、まだまだ飛ばせる能力があると思うので、それぐらいの力があると思うのでと期待する。浜中打撃コーチは、午前中の打撃は手打ちだったけど、午後からは下半身主導で受けていた。久しぶりにいいバッティングだったと絶賛した。キャンプ序盤から下半身を使った打ち方ができるかどうかが自分の課題と話していた矢野、阪神の4番候補。同じ三塁手の大砲から受けた助言を胸に、さらなる進化を遂げる。